はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルウープヌシのピヨタです。さあ今回も東方位相決やっていきましょう。今回はエクストレリア13月の都静かの海星条旗のピエロやっていきたいと思います。星条旗のピエロ、そもそも星条旗とは、皆さんわかるでしょうか。まあ大体の人が知ってるとは思いますが、星条旗というのはアメリカの国旗のことですね。赤白の線が13本、建国時の州の数、そして星の数が50個、こちらが現在の州の数というふうな感じで構成されているということですね。はい、で星条旗のピエロとは誰だとなると、まあこのね、火属性星条旗のピエロ、はあ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 、あの子かというね。はい、ある意味僕の中では苦手な部類のキャラクターが1名ふわふわとね思い浮かんできます。ベイブが1、テキニットが4の火が3、闇が1となっておりますので、今回のパーティーはこんな感じ。闇属性を属性変換する水橋さん、パルシーさんですね。そしてアタッカー、今回はあまり使わないキャラクターを据えてみました。まずは、チルノちゃんですね。褐色バージョンもございます。小麦色の肌がちょっと眩しいですね。でも個人的には白い方が好き。これはね、人によって好み分かれるでしょう。はい、で、こちらアタッカーなんですけれども、パッシブで SP 攻撃が上昇、属性エンハンス持ちのチャージ持ち、そしてこちらですね、威力250の全体攻撃を持っております。それと TP を削れたり CD を削れたりという形です。そして次、これがね、クリスマスのヨウムちゃん。こちらね、僕が、絵師さんが好きという理由だけで仲間にしたキャラクターでございます。さだなみみおさん、こちらの方がね、イラストレーターの方が、ゆうこ様とヨウムちゃんをよく描いている方なんですけれども、いやー、この目が好きなんですよねという、謎の語りを挟みまして、こちらのヨウムちゃんもアタッカー、攻撃上昇、そして威力500のね、 CT 消費なし、 CT50 減という技を持っております。単体攻撃ではありますがね。そしてチャージで、しかも CT50 じゃない、CT 消費なしのディレイ1で威力500技で、通常のやつでも単体攻撃で威力300を持っておりますので、かなりね、単体に対しては火力を出せるキャラクターではないでしょうか。ということでね、行きましょう。静かの海星条旗のピエロ、難易度ルナティックスタートです。さあ、予想が正しければあの子がいる。正しいか正しくないかすぐに分かりますねはい、とりあえず敵の能力見ていきましょう。まずはラバーゴーレム。ラバーというのは基本的に溶岩のことですね。溶岩ゴーレム、硬そうだね。下の方固まってるし、TP チャージ力150、全体攻撃の攻撃 10% 減少、そして、5回 30% の障壁、 CD ダメージ 100% 防御、シュガーサテラちゃん TP1 技威力150、炸裂攻撃の速度 10% 減少、全体の速度 25% 上昇の 50% の結界持ちと、炎の女王さん、TP2 技威力250、貫通攻撃の能力上昇 20% 緩和、そしてクリアランスのアベンジャーの瀕死特攻 100% ですね。そして、星条旗のピエロといったらこの方、クラピちゃんです。クラウンピースさん、TP1 技威力150、炸裂攻撃の自分の攻撃 10% 上昇、そしてね、TP を5配るというものを持っている、まあ数少ないキャラクターでございます。気絶回避とね、TP を配ってくるキャラクター、こちらの2種は本当に厄介。最近見ないですけれどもね、エリスちゃんだけは許さない。ということでね、そして、TP5 配るのと瀕死特攻 100%、 今回は瀕死特攻 100% が2人、 CT 減少防御が1人、そしてまあ結界を張ってくるので動かしたらまずいっていうシュガーサテラちゃんが1人、シュガーサテラちゃんが1人ってなんだまあでも動いたら厄介なキャラクターではありますね。今回の東方キャラ、両名は動かなければ無害。まあどのキャラクターも動かなければ無害か。とりあえず動かさないように立ち回っていきたいので、 CT 減少系をかけられるか、その前にぶっ潰すか、そのね、2択のどちらかになるでしょう。さあ、こちらにもシュガーサテラちゃんはいるんだぜという、ちなみに能力
構成がね、ほぼほぼ一緒だよね。結界とか TP 技とかが微妙に違ったりはしますが、 TP1 技とかが、でも結界と速度上昇等は基本的に通常と一緒なんですよね。あんまり敵にねシュガーサテラちゃん自体出てくることもないから珍しい気もしますが、今回はそうですね、チルノちゃん上げておきましょう。立ち絵の方はねずっと褐色の方なんですね。このドットの方はずっと褐色なんですね。あんまり使わないから、こう改めてドットを見るということがあまりなかったのでちょっと新鮮。さあこれでサポーターが巻き終えましたね。いやー、まあ簡単に勝つっていうか、まあ確実性を取るならば無限姉妹を取った方が確実に勝てた気もしますが、それじゃあ面白くねえだろうというね。まあていうか固定パーティーで行くよりもやはりキャラクターもね使ってみないと良いところが見えないからねという理由から使います。さあまずシュガーサテラちゃんを変えます。デバフを与えられればよかったんですけれどもね。バフカット云々も関係ないですし、今回はとりあえず動いたらまずいクラピちゃんをどんどん HP 減らす感じにしましょう。属性エンハンス、これ先に属性エンハンスだけ巻いておいた方が良かったな。チャージと属性エンハンスというのはねちょっとちょっとだけシステムが違うんですよね。属性エンハンスは CT 消費ゼロ技で消費されません。威力は乗りますが消費されません。代わりにそしてあの2回分エンハンス乗りのね攻撃ができますが、チャージは次の攻撃という扱いなので CT 消費ゼロ技でも普通にね消費されてしまいますという話です。意外とうまく使うとね戦略の幅が広がるんじゃないかな。まあ実質ねエンハンスだから、エンハンスで100とかのやつとかだったら攻撃力2倍ですからね。そう考えればかなり強烈。今回は大妖精ちゃんを上げておきましょう。デバフを与えられるのでデバフだけ与えておきましょう。ラバゴーレムは CT を減らすことができませんからね。さあここでチャージを入れて、そうですねどうしましょうか。 CT50 減少、炎の女王がどうせ動けないのでこれはもう火力だけを期待してラバゴーレムを一掃しておきましょう。いいですね。であとは TP だけ減らします。あんまり動かれるとまずいんですけれどもしょうがないですねこの場合は。減らせないのでライフで受けましょう。しょうがない、ちょっと結界が剥がされてるのがね痛いんですけれどもね。そして炎の女王は普通に CT 現象が効きます。減らせるならばスプラッシュスプライトで減らしますと。 OK、 ラバーゴーレムが動く前になんとかヨウムちゃん動かしたいんですけれどもね。どうしましょうか。そうですね、まあ火力云々は関係なく CT だけ減らして、ヨウムちゃん先に動く。いやここは HP SP 回復を入れて、速度上昇をヨウムちゃんにかければ先に確実に動いてくれるよね。 TP 減少かけないといけないですから。そして速度ダウンをラバーゴレムに入れれば完璧でしょ。 OK、 ここで TP を減らせれば御の字ですよ。 OK です。動くのは痛いですが、まあ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 それでもなんとかなる。パーフェクトフリーズで 50% 減らします。さあラバーゴーレムがそろそろいいぐらいまで減ってくれてますね。さあどうする。 CT だけ減らします。もう炎の女王は動かさないぐらい厳重にしていきたい。さあ 30% 減らせるのはかなりでかいですね。その代わりヨウムちゃん動くね。 OK、 チャージをして、CT 消費ゼロ技なのでまずは先に倒します。ラーバゴーレム倒しました。そしてからのここは CT を減らします。もうただひたすらにね行動阻害だけを
していくという、まあ外役プレーとも言う、相手からすればたまったもんじゃないですよね。自分の番が永遠に来ないという。さあ攻撃の手立てが整っていてもね、攻撃の番が来なければ何も行動を起こすことができない。ちょっと SP が心配でしたが、なんとか個々のやつで耐えてくれてますね。 OK です。 SP 自体はちょっと大妖精ちゃんが次ピンチですが、その番が来る前に倒せるはず。高速はもうマックスなのでいらないでしょう。 OK です。炎の女王を倒しました。若干時間はかかりましたが、まあそこまでピンチに陥ることなく勝利ですね。はい、報酬は金樹の書が2つと口伝の書が1つゲットですと。さあ今回は珍しくね、こう普段使わないキャラクター、まあそうですね、結構仲間にしているキャラクター多くても普段は使わないキャラクターというのはね案外いるものですよね。えもうルイズちゃんとかほとんど使ってない。たまにね、あの適当に霊力を消費するときとかにこういう使わないキャラクターのみを組んだパーティーとかが作って遊んだりはしてますが、それでもですよね、基本的に使用回数自体は少ない方ですね。はい、ということで今回はここまでといたしましょうか。次回はこちら道中のみですか。じゃあまた雑談パートになりそうですね。ということでここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。